すする TV。 ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、極めてシンプルないわゆるラーメンがいただけるのはこちらです。どう、車がないと行くのは難しいです。妙高羽馬ライン高田駅から車で10分くらいのところにあります新宝軒さんにお邪魔してます。こちら新宝軒さんは麺類以外のメニューも豊富で、いわゆる町中華なお店です。僕は完全にノーマークだったんですけども、今回の新潟旅を共にしたラーメン指揮者の方がチョイスしてくれたお店ということで、お店の外観からもね、なんかすごいムンムンとこうレトロ感が漂ってるぞということで、早速すすりにいきましょう。レッツゴー。さあ、新宝軒さん、注文制です。今回はシンプルにラーメンをお願いしました。中華メニューも充実していていいなと思いながら待ってた。こちらが新宝軒さんのラーメンです。おほい、かなりシンプルな素朴系ビジュアルですが、底知れぬ何かを感じる。こういうのを求めるタイミングってあるんだよなってことで、いただきます。ではまずスープを一口。まだーん、醤油ベースで豚骨だしも効いたあっさりスープで、しっかりと芯もある美味しいスープ。醤油と豚骨のバランスも非常によく、表面に浮いた油が程よくスープにコクヨの予告を出しています。さあ続いて麺をリフトして、よっしゃすするーん。もらーん、喉越しの良いつるもち食感のストレートに美味しい麺で、スープとの相性もバッチリバンバーン。これについてはシンポジウムを行う必要もないくらい万人に愛される組み合わせだと思います。ではまだまだあっさりなスープとつるもちな麺とのランデブーを楽しんで、今度はチャーシューをパクリ。歯ごたえしっかり系ではありますが、中は柔らかい秀逸なやつ。なんだか嬉しい気分になります。そしてちょこんと1枚乗った海苔で挟んですすってみると、シンプルな味わいなので磯感がいつもより際立ちます。てな感じで、後半はこのタイプのラーメンと相性がいい胡椒を投入して、全体をキリッと締めつつ、名残惜しみながら本日も完食です。大変美味しくすれました。いつまでも残り続けてほしいザ・ラーメンな一杯でした。それではコースメ。はい、ごちそうさまでした。いやー、新宝軒さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。醤油ベースで出汁は豚骨、あっさりしつつもしっかりと芯のある美味しい豚骨スープでした。見た目的には昔ながらの素朴なラーメンといった印象なんですけど、そのポテンシャルはかなりのもので、しっかりとうまみのある美味しい一杯でした。麺はつるもちで喉越しもよく、スープとの相性も非常に良かったです。極めてシンプルな一杯なので、海苔の磯感がすごく際立っていましたね。消費税増税なんかもあって、ラーメン屋さんがこれから値上がりしていくのはもう仕方がないことだと思うんですけど、こういったラーメンがワンコインで食べられるっていうのはすごく嬉しいことなので、こういったお店はね、これからも文化として残っていてほしいなと思います。ごちそうした。それではするの公式キャッチフレーズ、新宝軒さん、新宝イズベストや、うまい。